女子校上がりの大学1年生、愛してもない先輩に抱かれがち、どうございます。このチャンネルはチャンネル登録者、10万人をね、目指してます。まだ、チャンネル登録をねしないこともあった、チャンネル登録よろしくお願いします。はい、まずですね、トライバーチャンネルで、そろそろ、サブチャンネルを、作ろうかなと思ってるんですけど、サブチャンネルをね、名前、いい名前があったらね、コメント欄に書き込んでください。今日ね、先発が村上投手なので、まあでもね、ジャイアンツも山崎織なんで、山崎織で阪神戦割といいピッチングしてるんで、はい、結構ね、トラキラーな節はあるんで、今日の試合はね、かなりロースコアで進んでいくと思うんですけど、阪神戦が、どうなるかですね。打線は元に戻ってましたけど、日本一の時の打線に果たして機能するかどうか、ここですね。村上選手がどれだけいいピッチングしてもこの時あんま関係ないですね。阪神打線が打てるか打てないか、ここです。まあ、ということでね、まだ未登録者のね、そこの8割の方、チャンネル登録よろしくお願いします。このノイレにぴったりそうな実用性がありそうなポーチもらいました。2回目の来場ということで、これは結構実用性ありそうですね。なんかチケットとかお菓子とか入りそうじゃないですか。これ壁とか持ってたもん。ここで見ててくれ、おい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 、もう一度勝利に導け我らの山向かって、あーてらけー、もうこれなんよ。一球外してなかったよ。サインタイムリーないやろ。これはピッチャーのみよ。オケーオケー、勝利。うわー坂本えぐい。なんでもサーブでもそんなにスリーがうまいね。ゴーテーで勝利シェルフ。マジかマジか、吉川よしか、えぐいって、それは直樹えぐいって、そうやろお前、平野圭一か、お前は平野圭一やん、あれ誰どこだどこだ、そうだよな。大丈夫じゃない。村上
ばいな。これはやばいぞ。全力で気力込めて今ここで燃え盛るガッと待つ誰にもうわ、光った。雷鳴雷、えぐいな。うわエグすぎるやろ。エグすぎや、これは。